はい、皆さんこんにちは、ちでございます。夏芸雑談ですね。1983年の3月発売のソフトですね。やっていきましょう。いきなりゲーマー対戦ですね。ポニーさんなんで、これはちゃんとしてるのかな。あ、でもこれ角川だっけ。いや、ちょっともう覚えてないな。いやー、これね、アニメの映画がありましたよね。大友さんだっけ。ねえ、あ、でも原作は違ったのかな。あ、ちょっとごめんなさい、全然もう覚えてないですね。いや、でもね、めちゃくちゃ見ましたよ、この映画はね。すんごくね、なんだろう、なんて言うんでしょうね、なんて言っていいのかわかんないけどね。まあね、確か私なんかで読んだんですけど、珍しく大友さんの描く絵の中で、唯一別品さんのルナ姫言ってました。なんかそんな読みましたけどね。もうなかなか別品さんが出てこないっていうような感じで読みましたけど、まあ確かに、まあでもルナ姫も微妙かなと思ってましたけどね。まあそんな感じで、かなりこれは曲が良かったですね。テーマ曲がね、ローズマリー・バトラーさん。ローズマリー・バトラーさんでしたよね。裸の英雄だっけ？あれ？裸足の英雄？裸の、草刈正雄さんが出てたバイクレースのね、あれだった。あれも歌ってたと思うんですよね、あの方が。あとね、テーマソングだけじゃなくて、ね、曲もめちゃくちゃ良かったですよね。私、すんごい、題名はもうね、忘れてしまってるんですけど、めちゃくちゃ好きな、曲があります、これね。で、ベガっていうロボットみたいなのがいたんですけどね。あれが江守さんだっけ、俳優のね。江守さんで、あと、一番最初に出てくる、もうゲームの説明じゃないね、これね。映画の説明だね。なんかね、消えてよくみたいな占い師さんみたいな人が出てくるんですけど、あの人がね、あ、名前忘れちゃった。そうそう、ジブリでも出てたと思うんですけどね。そうだ、あれだわ、もののけ姫のサンのお母さんの狼でしたっけ。全然もう覚えてないな。覚えてるつもりだったんだけどね。もうでも現場対戦はね、もうあんまり覚えてないような感じですけど、多分これ2、30回見てましたね。友人のとこにね、ビッテープがあったんですよ。製品版のね、結構ね、お金持ちの友人のところにね、よく遊びに行ってたんでね、そこにはもう結構いろんなものがあってね、それでビデオずっと見てましたね。いくらみにビデオ見てて、まあ、とりあえず行ったらビデオ見て、みんなでね、ビデオ見て、みんなでってわけじゃないか、好きなもんだけで見て、で、その後また普通に遊ぶみたいな感じでしたもんね。そんな感じでした。さあ、本題の方行きましょう。映画、現場大戦の公開に合わせて発売されたけど、ということはもう完全ちゃんと公式だね。ハルマゲドンの接近、そうだ、ハルマゲドンに言ってましたね。それは地球に最終戦争の到来を意味するものであると。100億年の宇宙に完全なる破壊を目指す現場一族は、地球にその触手を伸ばし始めた。ルナ姫はサイボーグ戦士ベガと共に世界中からサイオニクサっていうんだね、を集め地球で最終戦争に、臨むというストーリーと、ゲームは質問形式で進行し、多くの場合はイエスかノーか、あるいは数値を入力するだけで良いというもの。原作を知らないとさっぱり、わからない雑なゲーム内容。これでロールプレイングと自称して、これ読むの忘れた。ポニーアドベンチャーですね。3300円の8800時間。3300円だったら、まあ安いけど、こういう内容だったんだね。これでロールプレイングと自称しているんだから、ちょっと困りものと。詳しい内容がマイコンベーシックマガジンの、97年7月号に、掲載されているので、要チェックだと。高橋由伸、高橋ぴょん太氏の作品と。でもなんかね、背景白っていうのが、今だったら斬新なのかもしれないけどね。もうなかなか、ちょっとなかなかあれだね。雑っぽいな、っていう感じがしますね。さあ次行きましょう。うわぁ、ブッシュマンだって、ちょっと待ってくださいね。ちょっとごめんなさい、喉を潤します。
いやもうね、始まってすぐだけどね、もうちょっと最近ね、もう閉じこもって、缶詰とまでは言わないですけど、がっつりね、仕事やってんで、もう、ふーっていうところで今これやってますんでね。うん、ちょっとごめんなさいね。ご容赦ください。あ、ブッシュマンだ。ポニーのアドベンチャーです。あ、これまたそうだね、ポニーさんのね。3300円の88以降ですね。これまた研磨大戦と同様映画であったブッシュマンを題材にして発売されたアドベンチャー、かっこ自称ロールプレイング。で、あ、これで自称、ただ、主さんは許してないですね。アドベンチャーになってますからね。である、ある日、ブッシュマンのねぐらにコーラの瓶が落ちてた。ああ、そうだ。しかし、こんなもの見たことないブッシュマン、なんだろうとコーラを恐ろそろ近づくと、あ、コーラにね、恐ろそろ近づくと。近づいても何も害はないとわかると、これは神が授けてくれたものだと、村はコーラの取り合いに仕方なく長老はブッシュマンに世界の果てにコーラを捨ててくるように見せた。あ、そんなストーリーだったんだ、これ。あ、でもそうだったね。コーラめちゃくちゃ面白かったもんね。そうだ、あれコーラの瓶だ。ニカオさんでしたっけ？ただ今、途中から恋さんまに変わった。あ、続編が出て恋さんまに変わったんだっけ？あ、なんかブッシュマンっていうのがね、まあちょっと差別的な用語なんでしたっけ？なんかそんなこと聞いたような気がします。というストーリーと、書いていて情けなくなってきた。プレイヤーはブッシュマンになっていろいろな、動物や文明に出会いながら、瓶を世界の果てに投げ返すことで終了すると、現場対戦よりは少し進化しており、基本的に進むまたは戻るといった単純な選択しかできないのだが、〇〇を〇〇に〇〇するなんてコマンドを要求されるもありと、ちょっぴりだがアドベンチャーゲームらしくなっている。でもやっぱり映画を見てないとさっぱりわからないと。あ、これね、この頃のね、まあ私も今サルトマやってるんでね、あるんですけど、この3つ入力するっていうのは正直めっちゃ辛いんですよね。2つまではいいんですよね。てかね、その辺ね、なんとか統一できなかったのかなと思うんですけど、英語版でしたら、動詞、で、名詞、で、目的語かな。そうそう。use 何々どこどこにっていうような感じでね、いうやり方で。やるんですけども、これ大抵は2つで行くんですけど、これなんかね、そういうのをちょっと統一してほしかったね。あ、でもね、これ今ね、ディズニーランドじゃないわ、ごめんなさい、サラトマのコメントいただいてる中でもね、ほんとね、いろいろコメントいただきました。いや正直驚いてます。正直サラトマでこんなにコメントいただけるとは思いませんでした。もうサラトマちょっと息抜きみたいな感じでやったんですけど、ただまあ懐かしさと、やっぱりハマられたというか、やっぱりね、そのまあハマったんだろうね、られた方がやっぱり多かっただと思うんですけども、もう私はね、逆にね、なんだっけ、あ、忘れちゃった、ごめんなさい、とんでもないやつ、とんでもないのあるんですよね、これ確か。なんだっけ、あ、ごめんなさい、本当忘れちゃった、ちょっと待ってね。忘れちゃった。どれだっけかな、確かね、あ、そうだそうだ、あ、そう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 、缶桶と、棚だっけ、忘れた、なんかポリッシュね、ポリッシュっていうのを使うんですよね。私はね、ディズニーランド解いた時に、どちらかというと、もうここら辺のポリッシュ使う、ポリッシュとか、うん、あとなんだっけ、あ、そうか、磨くか、ポリッシュって磨くだったと思うんですけど、ポリッシュを使うときにはもう正直ヒントを見てましたんで、私が一番ね、もう昔挫折したところはプットウォーターなんで、もうポリッシュまでも全然たどり着けないところだったので、逆にね、ポリッシュの方とかはもうこの実況でやってて知ったんで、正直あまり記憶に残ってなかったですね。やっぱりね、当時にまだね、脳みそが若かった頃にね、がっつり困った時のものはやっぱり覚えてますね。だからね、初めね、なんかそんなえげつないのあったっけ、プットウォーター以外でと思ってね、思ったんですけど、まあそんなこんなで結構ね、コメントいただけてますので、ちょっと驚きました。なので、なかなかね、やっぱりこのアドベンチャーゲームのね、
コマンドっていうのをこれちゃんともうちょっと徹底的に徹底した方が良かったんじゃないのかなっていう気もしますね。ちょっと今ですからサラトマやっててね、なかなかね、久しぶりに面白い感じが結構ね、自分でもね、だれるかなと思ってたんですけど、結構面白い感じで今言ってます。なのでまあこれもまあ映画の、まあどっちかというと映画の宣伝じゃないよね、逆に映画に乗っかろうとしたんだよねこれねこの2つで、ね、でも、まあ、PC ゲームだからね、マニアックだからなかなかそんなことにはそんなわけにはいかないっていうような感じですね。じゃあ次行きましょう。次はタンクコンバット、ごめんなさい、ちょっとね、よいしょ、あ、でも無理かなこれ、ちょっとレイアウトね、あ、でもやっぱこの方がいいね。日本マイコン学院ですね、 SLG の4200円の88以降ですね。あ、ちょっとごめんなさい、私変にレイアウトいじっちゃったんで、もうちょっといけるかな、うん、こんな感じだね。ヘックスタイプのシミュレーションゲーム、第二次世界大戦時と、ヨッパの戦車の果たした役割は非常に大きなものだった。ああ、そうですね。ですけど、今はどうなんだろう。ああ、でもあれだね。やっぱり、地上戦とかになったら戦車だよね。ね、アメリカのエイブラムス、M1 エイブラムスがね、かなり、もう、世界最強の戦車とか言われてますもんね。まあ、実戦経験積んだって意味じゃそうなんでしょうね。大戦略2、88のね、あ、キャンペーン版大戦略2か。あの辺でやるとね、エイブラムスってそんなに強くないんですよね、実は。ね。で、そんな感じだったんですけど、そうですね。戦車同士でやったら一番強いのが確かチャレンジャーでしたもんね。チャレンジャー防御力高いんでね。で、攻撃力が一番高いのがレオパルト2でしたっけ、当時ね。懐かしいですけども。で、確かね、エイブラムスって、90式戦車にも負けてたような気がするんですけど、違ったかな、うん、なのでね、あまりどうなのかなっていうような感じでしたけど、でも今はなんかね、もう実戦経験がある、イラクとか、湾岸戦争とかね、あんな感じで、ね、実戦経験一番あるんじゃないですか、ね。ちょっと話脱線しましたけど、ドイツ軍によるポーランド侵攻、連合軍によるノルマンディ上陸作戦など、戦車をうまく活用した国が勝利を収めたと。このゲームはその戦車対戦車戦をシミュレートしたもの。プレイヤーはドイツ軍戦車部隊隊長、コンピューターが、連合軍戦車部隊隊長を受け持つ。それぞれの相手の司令部を破壊するか、相手の戦車を全て破壊するとクリアと。これはもうナウプリンティング。ノープリンティングじゃないね。どっちかってノープリンティング。ノープリントか。だね。次見ましょう。次はバルジー大作戦。日本マイコン学院。あらららら。こっちはレイアウト崩れてるのに、こっちは崩れてないんだね。よくわかんないね。いや、私もね、ウェブやってんですけども、こういうのも本当に、こういうのに困らされるんですよね。本当にね。はい、じゃあ行きましょう。SLG ですね。4500-88以降です。第二次世界大戦末期の1944年12月16日、深い霧に包まれたアンデンヌの森における攻防戦をシミュレーションゲームにしたものと。うん、これら辺はちょっとわかんないですね。まあでも日本マイコン学院さん頑張ってますね。次はアイスモンスター。あー、これまた日本マイコン学院だね。アクションです。3000-8000以降、画像はありません、ね。洞窟内に生息するモンスターを戦車コロッサスを操縦して全滅させるゲームと。はい、次行きましょう。次はブラックスネーク。これまた日本マイコン学園さんです。アクションの3000円。蛇を操作するゲーム。蛇は食べるたびにどんどん胴体が長くなっていき、スピードも増してくる。頭をぶつけないようにどれだけ長くすることができるかというものと。わかりません。じゃあ行きましょう。次、シーウルフ。これまた日本マイコン学園のアクションの3000円の8000日以降ですね。画像はありません。海底王国を探るために太平洋地上に出ていたシーウルフ部隊は反乱軍のスカイシップ5台に一斉攻撃を開始、空からの攻撃と地底からの攻撃をかわしながら敵を攻撃するゲームと、それぞれの敵に対して攻撃が異なるためキーが多いと。次はメタモルフォーシス。おー、メタモルフォーゼじゃなくてフォーシスなんだね。日本マイコン学院のアクションの3000-8000以降ですね。画像ありません。移動変形を繰り返す謎の物体を操作して数を撃ち殺すと。敵を撃ち殺すか。殺しても敵は残骸を残していくと。残骸がなんかありそうだね。ちょっとごめんなさい。実は今ね、この朝日の、生ジョッキ缶ですか、これがね、つい最近にまた再販されたということで、お客さんからね、出たわよっていうことでね、連絡いただきまして、あそうなのっていうような感じで、お客さんも手に入れたからっていうことでね、私もね、買いに行ったらほとんど売ってなかったんですけど、
関西スーパーの、まあお客さんも関西スーパーで買ったって言ってましたから、で、私もまあダメ元で関西スーパーって1軒目の関西スーパーダメだったんですけど、2軒目の関西スーパーで、3本だけ売ってまして、で、1人6本までと書いてたんですけど、ああ、よかったって買ったんですけどね。買ったんですけどね、正直私には全然合いませんね。何でしょうね。生っていうには程遠い味です。って思いました。もう正直ね、ただの缶ビールじゃないって思いましたね。で、あとね、缶ビールでね、上がごっそり開くとね、グビグビ飲んじゃうとすぐなくなっちゃうんでね、もうこれ350かなと思ったら、ところがどっこい340の 10cc 少ないんでね、やられたなと思って、これきっと誰かがまたブームでもうやっちゃおうかなとなったんだろうね、と。だから正直ね、こんなこと言って怒られるかもしれないですけど、正直ね、もう肩すかしでした、このまだ喉越し生の方が良かった。だってこの350買うので喉越し生の500が楽勝買えるからね、と思いまして、ね、世間ではもうすごくね、この生ジョッキカーンって言われてたみたいなんですけど、ちょっと私飲んだ時にはね、あらっていうような感じで、やっちゃったみたいな感じがありました。あ、ごめんなさい。じゃあ次行きましょう。次はスカイシップ。これまた日本マイコン学院のアクションですね。3000円の。アクションが多いね。8000円以降のナオプリンチングです。地球連邦軍の戦闘空母シーウルフは、海底王国のポットと同様に、ハナン軍のスカイシップに攻撃を開始したという触れ込みのゲームと、また作るよ、ポットメーカー関係するのかなこれ。日本マイコン学園アクションの3000の8000以降、さっきポットって出てきたもんね。海底王国のポットと同様にと。シーウルフ船より機関途上1隻のポットメーカーが、連邦軍のシーウルフと3種の魚雷により攻撃を加えられたという触れ込みのゲーム。触れ込みってね。あ、ということは敵味方なんだね、これね。敵対してる者同士のゲームになってるということなんだね、きっとね。さあ、次行きましょう。次は PC 花札、富士音響ラムさん。テーブル83、あ、今3年の3月だね。3000円の8000インチ以降です。ああ、これ画面がちゃんとあるね。はい。PC 8000インチのゲームで3000円。対コンピューターの恋恋ゲームと。ああ、恋恋するっていうのがね、昔ね、ゲームセンターでよく言ってましたね。さあ、次行きましょう。スーパーペンギン。あ、ペンゴ？富士音響ラムさん、アクション3000円の8000インチ以降ですね。アーケードのペンゴのようなゲームと。ウォームリセット、ステッププラスリセットでゲームが再起動する粋な仕掛けになってる。え、ストップとリセット。ほう。あ、PC にリセットがかかるんじゃなくて、アプリケーションだけリセットがかかるっていう意味なのかな。確か、88ストップキーもあったよね。でもブレイクキーもあったよね。ね、ブレイクキーとリセットっていうのは私よく使いましたけどね。そういうのがあったんですね。あと X1 にはね、なんだっけ、リセットが2つありましたね。1個が NMI リセットでした。なんかね、リセット2つありましたよね。そういうのは聞いたことあるんですけどね。次はレーダーパックマン、キャディラボアクションです。わ、パックマンっていう名前そのまま使ってるね。3000円の8000インチ以降です。PC8000 インチ用のゲームでパックマンとラリー X を合わせてるゲーム。レーダーを見ながら拡大パックマンをコントロールする。お得だね。パックマンとラリー X がもう重なったとね、いう感じなので、ね、次はミサイルディフェンダー、キャリーラボ、シューティングのナオプリンティング3000円で8センチ以降ですね。PC8 センチ用のゲームでアーケードゲームのミサイルコマンドをパソコンゲームにしたものと。うわー、まあ、大丈夫だろう、これだったら。美女引っ張がしゲーム。もうすごいストレートですね。つくも、エトセトラ、3000円の8801以降ですね。この時期にたくさん出た野球券の一つ、特徴なのは自分ともう一人のゆかりという、彼女がいて、目的の女と3人でじゃんけんをするという点、3人じゃんけんで1人だけ負けると服を剥ぎ取られる。今見るとグラフィックがすさまじいと。まあ、いつ見たんだろうね、今見るとって、この今がいつ頃なんだろうね。次は、アステロイド。はい。つくもパズル。3000円の8センチ以降ですね。あ、なんかのパクリかな。あ、何も書いてないね。一緒、アルカノイドかなと思ったんですけど、アステロイドなんで、まあ宇宙の感じですけどね。あ、でもこれ、なんか2人はできそうな感じのイメージもありますね。同じ、ね、木と、同じ飛行機っていうか、そんな感じしますね。あ、次は神経衰弱、つくもテーブル、3000円の8801以降ですね。神経衰弱をパソコンゲーム化したもの、コンピューターとの対戦でランクも10段階あると。
弱いレベルでは余裕で太刀打ちできるが、レベルが高くなると相手が確実に覚えてくるので勝つのは非常に難しいと。そんなのコンピューターお得意だからね。というわけで、終わりましたが、今回はまだやっぱり壮年期じゃないね、まあ、まだ早い時期っていうような感じがしますね。まあですからこの頃はあれですね、本当にもうとりあえず出せっていうような感じが、まあまあ活気があった頃なんじゃない、活気が出だす頃なのかなね、いう感じなんで、ちょうどいいこれからっていうような感じがしますね。まあでもブッシュマンと現場対戦だね私の中では。いやでもブッシュマンめちゃくちゃ面白かったね。ブッシュマンもね、ね、なんていうの、ね、もう喋り方が独特でしたよね、本当ね。これでも今見たらめちゃくちゃまた笑いそうな気がする。すごくね、これもう久しぶり見て、あ、そうだコーラの瓶出てきたわってね、一番最初にね。でなんか雲海の見えるところでコーラの瓶を捨てたんだよっていうような記憶があるんですけど、あ、でももう一回見てみたいなというような感じですね。じゃあね、時間の方良くなりますね、この辺でやっておきましょう。名付け雑談、1983年3月の発売のソフトということで、やってまいりました。それでは終わっておきます。どうもありがとうございました。